飯も温かい空気もある。しばらくはここが拠点でもいいか。スペック、うん、あらら、スペック。ったくめんどくせえな。ちょっと何してんの。ああ、身体測定つったら着替えんだろうが。着替えなら隅の方でやんなさいよ。よっ。あ、ざっくり180センチ。何か面白いものないかな。あんまり散らかすなよ。失礼ね、散らかさないわよ。そんなには。飽きすかお前は。あ、暇なら俺の宿題をやるってのはどうだ。へいへい。悪いわね、私そんなことするほど暇じゃないのよ。あ、ですよ、そうです。ゲームか。ルーンさん、ぼーっとしない。はい先生。はい。勝手にルンちゃんのおでこを叩かないでください。なんで保健の先生がここにいるんですか。佐藤ですよ。ここでしばらくルンちゃんのおでこを見ててもいいですか。さっさと保健室に帰ってください。いいじゃないですか。手を伸ばしたら届く距離で瞳子が寝てる。ユウ、もう寝たかな。寝顔見たかったな。触れるか触れないか。三人でよかった。お腹減ったにゃ。非常食くらいはあるぞ、ほれ。でも確かイモリって精力剤ですよね。殿方がそれを食せばとっても元気に。ふにゃしんいちろう、こらやめろ、黙って。お嬢際が悪いな。まだあるぞ、ほれ。あ、ふにゃ、全部ふにゃ。